木内酒造らしさという日本らしさ、引いてみればアジアらしさというのをどうやって体現するのかっていうのを研究しまして、地元の小麦を使った東洋の香りがするようなイメージで作ったりですね、茨城らしさ、日本らしさっていうのを前面に出した商品作りっていうのを心がけて、今回紹介するのは、ゆずラガーになります。エールとかそういったものに果物、フルーツなんかを使うっていう、そういったアプローチっていうのはよくあるんですが、ラガー特有の苦味、キレを体現しつつも、ゆずの持つシトラスさというのを全面的に、強調させた、ビールになっておりまして、鶏肉とかソテーしたものとスパイスの効いたエスニック系の料理となんかとも相性がいいのかなと思います。食前酒という形で最初に飲んでいただけるといいですし、すっきりさせる特徴もあるので、途中でお口直しに飲んでいただくっていうのもいいかなと思っております。乾杯。